LINE したのにさっき、そうだよ、ショールーム始めるときにカレンレンから上に LINE がポコってきた。カレンレンはリサキのことが大好きだもんな。最近さ、なんかいぶきさんとかにもカレンレンが、カレンレンってリサキのことほんと好きだよねみたいな言われてて、はーはーって思った。もうね、結構先輩とかにも多分バレてるんだと思う、カレンレンがリサキのこと好きだなって。でもなんかリサキがカレンレンのこと好きっては言われてないから、もしかしたら先輩からしたらカレンレンが一方的に好きって思ってるのかなって。やったリチャキー、リチャキだよー、ヤッホー。そのカフェリチャキ行ってたとこだよね。そう、楽しかったの。なんか結構さ、あんまり最近高校生とかなったらさ、絵描くことってなくない？絵の具で。なんか中学校まではさ、なんか絵の授業とかあったんだけど、高校なくて、あんまり。だから絵描きたいなーって思って、そのね、カフェに友達と行ったんですけど、楽しかった、めっちゃ。結構ガチガチって絵描いた。おすすめだよ。待って、ギフト読みますね。ちょっとだけ。うごうごりんごさん、だるまありがとうございます。おびとびさん、ハートありがとうございます。クロウさん、クマありがとうございます。ポテニー、猫の招き猫ありがとうございます。MJ さん、福笑いか、ありがとうございます。ハピーチさん、コーヒーの、あ、間違った、なんだっけ、マシュマロのジュースありがとうございます。レイニア、クマありがとうございます。ありがとう。ありがくまー。サホさん、だるまありがとうございます。たくまさん、ハートありがとうございます。まーさん、だるまありがとうございます。ポテニー、星ありがとうございます。ちーさん、くまありがとうございます。うごうごさん、ハートありがとうございます。豊野邦夫さん、ペンライトありがとうございます。手首につけてんの、ポジャム。そう、ポジャム、かわいいよね。なんか、髪の毛でも結ぼうかな、ちょっと。なんかさ、ちょっとボチャムが見えるみたいな感じ。こことか？ちょっとだけリンゴヘアみたいな。やってみようかな。その服かわいいね。かわいいでしょ？なんかさ、パジャマなんだけどさ、私服で着たいくらいかわいいんだよね。あ、こんな感じ？リンゴボジャムヘアみたいな。こっち向いて、こっちだよ。よし、どうかな、いい感じかな。うさぎちゃんのホームの煮沸が3月で終わっちゃう。そうなの。それ聞いてさ、本当に結構さ悲しかった。やっぱ煮沸でさ、あ、あった、煮沸でこのちくわちとかも生まれたからさ、あ、本当にさ、もう感謝な煮沸だからすごい悲しいね。しかも、そう、本当にね、なんかこのちくわちを煮沸で産んだから、生まれたから、煮沸のさ、そのキャストさんかな、が、なんかちくわちのグッズ買ったよーとか言ってくださって、すっごい優しくて、本当にね、あと終わるまでに出たいな、一回は。お願いします。 本当にね、本当に煮沸楽しいよね。もうお笑い芸人目指したくなるもん、本当に。お笑い芸人も本当にやってみたいなって思う。やっぱね、楽しいよね、なんか。そう、エンタメライブの三角定規がさ、あさってなの。めっちゃ緊張してる。やばい。やばいよ。なんか調べてみたんですよ。なんかどんなやつなんだろうと思って。ちょっと見たの。
なんか三角定規って調べて、そしたらすっごい難しそうだった。即興で劇をするみたいな。美咲さめっちゃくちゃ演技が苦手なのね。だから恥ずかしいかも。でも頑張るね。楽しそう、めっちゃ演技やばいですね。演技の力試されちゃう。これってベロハート？あ、ハートじゃん。ハートかな。ハートだね。かわいい。こんな口だね。真似台本とかないんだよ。やばいよね。台本なくて、もうお題が出たらそのお題に沿った劇をするみたいな。もう即興で、打ち合わせとかなくて。やばくない？打ち合わせないのやばいなって思って。そう、初めてそんなことするから楽しみそのリサキで行こう。リサキのままでいいんだよ。ありがとう。もうそうするね。リサキっていう役で行くリサキって役ね。ウポちゃんに負けないぐらい肌白いね嘘だ、ほんと。ウポちゃんむ、ウポチャムの方が黒いってよ、ウポチャム。やだチャムやだチャムだってなんかさ、結構ウポチャム結構流行ってて、なんかこの世代なんかめっちゃみんなチャムチャムを使うんですよ。なんかウポチャムってなんとかだチャムって言うから、なんか結構なんか友達もチャムを使うんですよね。なんかそれでなんか昨日久しぶりに友達とご飯行ったんですけど、結構5人グループで行ったんですよ。そしたらなんかその5人目の子がなんか結構遅刻してきたのね。なんか待ち合わせの本当の時間とするじゃん。そしたら1時間遅らせていいって言われたから、遅らせていいチャムって来たから、いいチャムよって言って1時間あの後の時間にしたんですよ、待ち合わせ時間を。そしたらみんなそこに集合するじゃん。そしたらその女の子、その1時間遅らせていいって聞いた女の子が、やばい遅れるチャムみたいなごめんチャムみたいにさ、全部遅れる時もチャムを使うから、みんなで反省してんのかとか言って、あのねチャムって言ってた遅れるのにさ、あの遅れるチャムよ、遅れるチャム、ごめんチャムとか言ってでもなんかチャムって使ってたらちょっと可愛いからさ、なんか許しちゃうよね。いいチャムよってその笑いはエンタムライブで本当面白かったこの話。チャムかわいい、かわいいよねチャムって使うの。こんばんはです、こんばんはです。今日は結構ね9時から始めたから、9時5分か。嬉しい。みんなポチャムとか知ってるんだね。知ってるか あ、そうだ、お話し会の後にしてないよね。なんだっけ、ショールーム、お話し会ありがとうございましたそう、なんかさ初めてのヘアアレンジができるお話し会だったから、なんか新鮮だった。なんかお話し会の合間にさ、髪の毛をこうなんか違う髪の毛にしたりとか、楽しかったでもなんかね、間でゲーム配信をしてたから、あれこの話したっけ、ショールームでしないかな。そう、ゲーム配信をしてたからあっという間だった楽しかった。2月から本気で格闘技するよ。すごっ、格闘技ってあれだよね、なんかさ
っけ、なんかこういう風なさ棒みたいなやつにプシプシってするやつだよね。それは違う。すごっ、私も筋肉つけたいな。でもさ、なんか髪の毛を変えれるからさ、もう結構暇な時あればいろんなアイドルとか好きな人の髪の毛どんなのがあるかなって調べてアレンジのねやってる。さっきコントローラーとか一緒に動かすの可愛かった。そう、 Wii をした時の癖でめっちゃやっちゃうんだよね。そうなんだよね、 Wii がさ、こう体を動かす系じゃだから。そうなの。でもゲーム楽しいなって思った、やってて。だからゲームしようかなって思うじゃん。でも家だったらなんかそうゲームをしようっていう思っても、なんか一人でゲーム寂しくないって思っちゃうんだよね。だから誰か6期生をお泊まりに連れてきた時にたくさんしようかな。本当にさ、お泊まりしたいんだよね、6期生と。そう、なんかそうなんだよね。この前ねしようと思ったんだけどできなくなっちゃって、だから今度するお泊まり。家に呼びたいんだけどさ、お家がちょっとさ、片付けが苦手すぎてめっちゃ呼べないの。呼びたいな、片付けようかな。片付けようかな、頑張って誰か片付けに来て。本当にさ、もう整理整頓頑張るね。学校のロッカーとかもあんまり多分印象良くなくなっちゃうけど、まあ多分みんな分かってるとからね、分かってるんだけど、ロッカーとかも結構ぐっちゃぐっちゃぐっちゃって感じで、そう、開けたらブババって出てくる感じなんですよ。そうババって出てくるから、ちょっとね片付けなきゃなーって思ってるところ。クマの足がかわいい、かわいいって嬉しがってる。そう、結構クマだけ大きいよね。クマ大きくて、なんだっけ、いつもらったんだっけ、あ、サンタさん、あれ、あ、違う、なんかなぜか急にパパが買ってきたんだよ確か。私のこと覚えてる、覚えてるよ。もう私は記憶力が記憶力がいい人、誰だっけな、記憶力、あ、聖徳太子とか違うか、そういう感じだから任せて。リチャキのうちは作ってみようかな。やったー、わーい。嬉しい。リチャキはパパに、ママに、パパに、ママに似てないんだ。ママはめっちゃ自分で言うのもなんですけど、鼻がこんくらい高くて、目がこんくらいでかい、そして口ももうちょっとプルプルって感じ。ママ多分見てるんですけどね。目が本当にこんくらいでかいの、大きい、もう私の3倍ぐらい、めっちゃ大きくて、で眉毛はこんな感じ。鼻が高い、もうこんくらい、めっちゃなんか目鼻立ちはっきりしてるなって顔。目先はどっちかというとさ、目鼻立ち不はっきりって感じじゃない、あんまりはっきりした顔じゃないじゃん。だから私が塩顔としたら、お母さんはマスタードとか、マスタード顔。そう、マルコは美人って感じ、美人さんって感じのお顔です。
そうなんだ、いいよなマルコ。美咲も一回そういう顔になってみたいなっていつも思う。どんな顔やねんだって。どういう顔って言ったら難しいんですけど、そういう感じです。美咲は何側なんだろうね、これ。なんか狐とか狸とかさ、猫とかいっぱいあるじゃん。何なんだろう、ポチャム顔。何顔かな。弟はどっちに、でも弟も結構って感じ。どっちにも似てないかな。なんかお母さん似てる人あんまいないんだよね。そう、でもお母さんに歌ってる声が似てるってよく言われる、たまにね。白玉系？白玉系？それ多分輪郭だけでしょ。顔？白玉顔、顔かな。弟はあれ先に？いや、弟は全然似てないってよく言われる。弟はね、なんかね、弟もでも一人はめっちゃこんくらい目大きいけど、もう一人はこんくらいかな、こんくらいの目で、もう二人は、もう一人はこんな感じかも。先の顔は顔面国宝だよ。キャー、そんな宝物ってこと。やった。俺はマーちゃん推し。マーちゃんよく知ってるね。私はマーちゃんの一個上の講師かな。全員可愛いけどね。弟くんたちになんて呼ばれてるの？お姉ちゃんって呼ばれないんだよね、全然。呼ばれたいのに。前は可愛くねーねって呼んでくれてたんですけど、最近はリサキとかそういう感じかな。もうなんかお姉ちゃんって単語聞いてないな、しばらく。寂しいよお姉ちゃん。呼んで。僕の周りリサキブーム来てる。本当？周りじゃなくて俺も、僕もってことね。大葉って呼ばれてそう。弟も大葉なのに。そういうこともあるね、そういう、そういうスタイルもね。まだ公園でリンゴヘアしてないんだよね、実は。今究極に迷ってて、生誕祭で初めてリンゴヘアをするか、もうリンゴしちゃうか迷う。喧嘩する？いや、最近はしないかな。前はしてたんだけど、最近はしなくて。そう、実はね、最近しないんだよね。やっぱ私が大人になったのかなって思ってるね。この前パジャマのライブで初見だったけど覚えました。今更取り急ぎフォローしました。あー嬉しい、ありがとう。パジャマドライブ公演、この前の、あ、この髪の時でしょ。やったー。覚えてねー。今度弟子にプレゼント送ろうかな。私も弟だよ。
こんばんは、こんばんは。私さ、英語のさ、単語テストが学校で始まったんですよ。なんか高校3年生最後のなんか英語テストみたいな大きいやつ、結構それがさ、本当に合格できなくて、やばい、本当に。なんかさ、もうだんだん人が少なくなってきたんですよ。最初クラス全員で受けて、クラスっていうか学年全員で受けるじゃん。それでもう本当に多くて、もうこんな分厚い英語の単語をから100個出るってやつ、ランダムで。でそれがあって、まあ最初はなんだっけ、最初はなんてなったっけな、最初がね40とかで、40点とかだったのね、そのテストが。そんでまあそれで再テスト受けるじゃん。で再テスト受けて、それで50とか、そんで再テスト受けて、再テストもまあ50前後みたいな。で再テストとかもずっとそう続いていっちゃって、で70点が合格なんですよ。でもう再みたいな、もう分かんないぐらい再になっちゃって、最近ね。それでだんだんさ、なんかクラスで受けてたの、前までクラスごとに受けてて、それがだんだんなんかもうここまで来たらもう何クラスか合同になっちゃったんですよ。なんか何組この教室、何組この教室みたいな。やばくない？もうめっちゃサイみたいになっちゃって、いつの間にかね、やばいマジで。でも私のクラスはね、なんか私のクラスは結構私タイプが多くて、あんまり多分記憶力よろしくないのかな、それともなんか、でも学校がもうすぐ終わっちゃうから学校に行くのが楽しくて、結構だから全然ね、なんか苦じゃないの、全然嬉しいんだけど。だからみんなね、多分私のクラスの子は学校にいたいから、みんな結構受かってないんですよまだ。なんか他のクラスはクラスがだいたい40人ぐらいいたら、あと10人とかそういう一桁台の人も多いんですよ。なんか一桁台のクラスも多いんだけど、私のクラスは40人いたとしたら23人とかいたの。だから半分以上いるのね。だから楽しいんだけど、なんかでもね、なんかまたあるんですよ今度、再なんとかテストみたいな。でもさ、なんかみんななんか最近頑張り出したっぽくて、なんか英単語頑張ってるみたいな、そういう感じで言ってるの。だからいつ誰が、いつ友達が一気に抜けるか分かんないじゃん。だから怖いんだよね。怖い、本当に大丈夫かな。なんかね、美咲はなんか結構英単語テスト前から始まってたのね、2学期のなんか途中ぐらいから。でも美咲はちょっとわけがあってなんか英単語テストをまだ受けれなかったの、2学期は。それでちょっと一旦免除みたいなしてくれたんですよ、わけがあってね。だから3学期から私がその英単語テストに加わったんですよ。だから本当は再もうやばいの、再テストみたいな、再テストぐらいの時にリサキが合流したのね。だからリサキ的には今再テストぐらいなんですけど、なんかみんなと加わったのが遅かったから、みんな的には再テストぐらいなのね。だからもうやーって感じ。あーもうやばい。もうでもなんか学校のなんか楽しいからさ、いいやって思っちゃう。
本当になんかさ、もうなんか今年から始まったらしいんですよ、その制度が。英単語テストを最後にするみたいな。もうなんで今年からなんでしょうね来年からにしてほしいなって思ってるところ。でもやっぱ英語のテストをすることでさ、知識がつくからさって思ってるのかな。頑張りますね。だからさ、最初からいる人ねちょっとリサキはだからいつも言い訳してる。リサキは再再再再テストだけど、みんなは再再再再再再テストだもんねってうん、頑張れ、頑張るね、応援してね テスト終わったらすぐ忘れそう。確かに、なんかそういうのって結構さ、バーってやってすぐバーってなっちゃうよね。最後の一人を目指してるの？なんかそれもありだなって思ってきたよね逆にね、逆になんかギネス記録みたいになってきた。どんくらい差異がつくのかみたいな出先はね、なんか一緒に学校行ってるメンバーが、その他のクラスなんですけど、他のクラスは結構優秀だから、だんだんさ、あのいなくなっちゃって、なんか帰り道が一人なんですよ。だからもう最近思ったのは、なんか一人で帰るの結構寂しくて、私だからぼっちアプリを作り、30分あるからいっかなんかぼっちアプリ作りたいなってめっちゃ思ってるの最近。なんかさ、こう一人で歩いてる時にさ考えたんだけどさ、なんかやっぱぼっちな人って、ぼっちで帰るのちょっと寂しいじゃん。なんかさ、喋って帰った方がさ帰り道早く感じない？だからなんか一人の時になんかキーンとかバーンとかピャーンとかなるさアプリ欲しいなって思ってるの。そしたらさ、なんか誰かがそのピーンってなってる人がを探せるじゃん。そう、みんな世界中の人がそのアプリを入れて欲しいのね。そしたらなんかピーンってなったら、誰だろうってこう探して、あ、もしかして一人ですかって言ってそれでじゃあ一緒帰りましょうみたいな、そういうのいいなって思う。そしたらさ、いっぱいピーってなってる人がいたらさ、みんなで集まってさ、みんなで帰れるじゃん。そういうの欲しいよねなんかわかる？なんかみんなで、そうだからもう10人ぐらい集まるかもしれないじゃん。そしてみんなで帰りましょうかみたいな、いいなって思うだってさ、なんか例えばさ、一人の人がいてもさ、本当に一人か分かんないじゃん。例えば途中から友達と合流するかもしれないじゃん。その見分け方が難しいの。だからもうピーンってなってほしいって思ってる、いつも帰り道最近そしたら幸せじゃない？そしたらさ、みんなでさ帰って危なくないじゃんいいなーって思ってる。それは友達に言ったらさ、頑張ってって言われたけど、いいよねーそういうのフ確かに危ない人かもしれないから、じゃあ同じ学校の逆、同じ学校の校内でとかは、校内でピーンってなって、もう階段とか駆け上がって探すみたいな、え、どこだろうどこだろうみたいな、楽しそうじゃない？鬼ごっこみたいで、そういうのいいよねって思ってる。でももうすぐ卒業しちゃうから無理かしかもスマホ禁止だったフ一緒に帰ったらずっと喋ってる私
そう、学校の中でスマホ触っちゃダメなんだ、悲しいよね。でも大体そんな感じなんじゃないかな、高校生って。どうなんだろう、そういう感じだよね多分。でもまあスマホがなくてもね、学校楽しいもんね。だからその校則は意外と好きかもしれない。だってさ、なんかみんなさ学校で昼休みとかにスマホ触ってたらちょっと嫌じゃない？なんかちょっと寂しくなるじゃん。だから逆にその校則はいいなって思うそのみんなで喋れる時間みたいな、結構好きかも。まあスマホはさ、お家でいくらでも触れるしみたいな、いいよね。だからカミ染めてもよかったんだ高校。いいね、髪染めたらもうやばいかも髪染めたら結構やばいかもしれない。リサギだったら何色が似合うのかな、もし染めるなら。ゴールドとかシルバーとかウポジャム色。明るいの似合いそうよね。そう、結構ね、なんか言われるんだよね。なんかでも全然自分では想像できないどんなのがいいんだろうなーって。じゃあ今日はクラスでも明るい感じ。どうなんだろう、こんな感じかも結構でも赤ちゃんって言われる、ガキとか待って、ずっとギフト読んでなかったことに気づいた、ごめんね。また無限ギフトが始まっちゃうかも。ちょっと待ってて、どこまで読んでないっけな、やばい忘れてた、もうやばい。間違ってさ、ギフトも見れるところあるじゃん、押すボタン。間違ってメッセージだけのところを押しちゃってて、あーごめんねみんな。また無限ループ、ちょっと待っててちょっと待って、どこまで読んだっけな、ちょっと待ってて、思い出す。あ、ここだ、わかった。あおいちゃん、だるまありがとうございます、ありがとう。くぼちさん、だるまありがとうございます。え、待って待って、どれだろう、これ、どれ、わかんなくなっちゃった。あ、これか。あー、ちょっと待ってね、あれ、あー、ちゃかーまー、あ、ゆうほさん、くまありがとうございます、ありがくまー、ありがとう。翔太、ココア、ありがとうございます。福岡の福田さん、だるまありがとうございます。中村さん、ココアありがとうございます。ローガーさん、ハートありがとうございます。ショータ、ハートありがとうございます。チーさん、星ありがとうございます。ユーホさん、だるまありがとうございます。福井カレンさんコバありがとう、嬉しい、カレン、ありがとう。ゆうほさん、ペンライトありがとうございます。あおいちゃん、音符ありがとうございます。うごうりんごさん、だるまありがとうございます。ゆうきさん、ハートありがとうございます。ゆうきさん、あ、ごめん、待って、省略してた勝手に、ごめんね。ゆうき、ひろやま、たかやまさん、だるまありがとうございます。ぬりくまくりざしさん、バラありがとうございます。レイニア、かわいい、ありがとうございます。ゆうほさん、くま、ありがとうございます、ありがくま、ありがとう。香港のジャッキーさん、くま、ありがとうございます、ありがくま、ありがとう。ポテニー、星ありがとうございます。ポテニー、星ありがとうございます。
香港のジャッキーさん、だるまありがとうございます。ハピーチさん、だるまありがとうございます。マーさん、ハートありがとうございます。ハピーチさん、センライトありがとうございます。ヤスさん、招き猫ありがとうございます。青春 100% さん、だるまありがとうございます。山の岡さん、ハートありがとうございます。うごうごさん、だるまありがとうございます。ヤスさん、招き猫ありがとうございます。香港のジャッキーさん、ハートありがとうございます。近くさん、だるまありがとうございます。香港の 100% さん、だるまありがとうございます。コウタンメールありがとうございます。コウタンさん、メールありがとうございます。ロデムさん、ハートありがとうございます。コウタンさん、ジージーありがとうございます。レレレさん、ハートありがとうございます。ジージーレモンさん、クマありがとうございます。ありがくまありがとう。ルイさん、だるまありがとうございます。ウゴウゴさん、だるまありがとうございます。ヨスヨスさん、星ありがとうございます。ふぅ、ちょっと一段落ね。息継ぎ。タレノクニオさん、服ありがとうございます。おやっきーさん、だるまありがとうございます。ハビーチさん、ペンライトありがとうございます。慎太郎さん、だるまありがとうございます。香港のジャッキーさん、旗ありがとうございます。ふごうごさん、だるまありがとうございます。クロさん、クマありがとうございます。ありがくまありがとう。近くさん、だるまありがとうございます。ハケッチさん、とうとうありがとうございます。うごうごさん、だるまありがとうございます。ちょっと待って、あとどんくらいかなちょっと待って意外と当てなかった。ちょっと待って、どこまでんだっけ。白川さん、ハートありがとうございます。香港のジャッキーさん、ハートありがとうございます。ハートさん、とうとうありがとうございます。クロさん、星ありがとうございます。ゴーゴさん、だるまありがとうございます。香港のジャッキーさん、ハートありがとうございます。 MJ さん、星ありがとうございます。ハピーチさん、ゴコアありがとうございます。香港のジャッキーさん、ハートありがとうございます。ふごうごさん、ハートありがとうございます。カレンにひなたんを語る主人になりたくてさん、だるまとありがとうございます。カレンにひなたんを語る主人になりたくてさん、音波ありがとうございます。うごうごさん、だるまありがとうございます。レニア、クマありがとうございます。ありがくまありがとう。富永さん、星ありがとうございます。坂穂さん、かわいい、ありがとうございます。修行さん、だるまありがとうございます。修行さん、クマありがとうございます。ありがくまありがとう。レイニア、クマありがとうございます。ありがくまありがとう。お手にかわいい、ありがとうございます。クロさん、星ありがとうございます。 MJ さん、招き猫ありがとうございます。ふごうごさん、だるまありがとうございます。海と船五郎さん、旗ありがとうございます。修行さん、星ありがとうございます。修行さん、だるまありがとうございます。ありがくまありがとう、いた、ありがとうございます。うごうごさん、星ありがとうございます。 MJ ジュニアさん、星ありがとうございます。豊野邦夫さん、星ありがとうございます。ピンストライプさん、だるまありがとうございます。はるばるとうさん、バラありがとうございます。インストライブさん、旗ありがとうございます。ハピーチさん、小判ありがとうございます。レッドファイブさん、ドルマありがとうございます。インストライブさん、旗ありがとうございます。バルバルトーさん、旗ありがとうございますちょっと待って、あレイニア、クマありがとうございます。ありがくまちょっと待って、あ、で大丈夫で、インストライブさん、旗ありがとうございます。ハケイチさん、クマありがとうございます。ありがくまありがとう。香港のジャッキーさん、めっちゃ可愛い、ありがとうございます。ウゴウゴさん、ハートありがとうございます。富永さん、クマありがとうございます。ありがくまクロさん、クマありがとうございます。ありがくまありがとう。よし、ちょっと待って、じゃあこれからはちゃんと溜めないで読むね。頑張って、いつも溜めちゃうんだよね。これがね、ダメなところだよね。いつもね、間違えちゃう。なんかメールのトークボタンを押しちゃってるんだよね、間違って。やらかしちゃう。うごうごさん、星ありがとうございます。
ジージリンモンさん頑張ってありがとうございます。お疲れ様でした。だってありがとうね、みんなたくさん本当にありがとうございます。ポテニーかわいい、ありがとうございます。香港のジャッキーさんお疲れありがとうございます。ハケッチさん福笑いありがとうございます。おでんおでぶさんお疲れありがとうございます。えらい、全部読まなくてもいいんだよ、優しい。でも嬉しいから読むね。おでんおでぶさんありがとう、ありがとうございます。ハピーチさんココアありがとうございます。自分がさ、ショールームをカレンレンとか友達じゃない、間違った、ロッキーを見てるときに結構さ、ギフトとか送ろうと思ってもさ、結構ギフトってなかなかさ、あれじゃない、たまんないじゃん。だからそれでね、大変さを知ったから、大変さっていうか星を貯めるのもさ結構見ないといけないから、そうだからやっぱそれはね。ハピーチさんペンライトありがとうございます。その星を集めてリサイクルに使ってるっていうね、優しさが優しいですね。やっぱ結構視聴をしないと、視聴をしないとさ、星もなかなかたまんないからね、難しいよね。ライダーさん、だるまありがとうございます。ちーさん、くまありがとうございます。ありがくまー、うごうごさん、だるまありがとうございます。でも久しぶり、楽しかったな、結構話した気分、話したよね。リサギの結構しょうも、え、そうなの、星集め集まっなくなったんですか、嘘、そうなの、最近星集めてなかった、そうなの、じゃあ何も集めないんですか、キラキラか、キラキラ集めか、あー確かにキラキラが出てる、やばい、ちょっと重大遅れだった、ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんね、ずっと欲しいとか言ってた、ごめん。サボりバレましたね、バレちゃった、いやー、見るとしてもコメントだけで終わってました、ごめんなさい。ずいぶん前からないよ、ほんとごめんね、見てなかった、その欲しいのところ。クロさん服ありがとうございます、ごめんなさい。見てなかったとかバレちゃった。でもたまに見てるんだよ、ロッキーの、ロッキーとか先輩はちょっと緊張するんですけど、リサキって名前バレちゃうからさ。先輩とかはママのでたまに見たりする。私も知らなかった、おそろやったよかった、仲間いたからセーフ。うごうごさん星ありがとうございます、ありがとう。誰のショールーム見るの、なんか普通にショールームとか開いてやってたらたまに見るかも、ポチって。そう、て結構ね、でもさ、あの名前がさ出るじゃん、大張先が来ましたみたいな、それがちょっとさ謎の恥ずかしさあるんだよね、やばいちょっとバレちゃうみたいな。だから結構勇気出してみる、見るときはおって感じ。なんかショールームしてる時の1時間ってさ、めっちゃ長い、めっちゃ間違った、めっちゃ短いよね、いつも思う。ひでさんハートありがとうございます。そうこっそり見たい。名前変えたい、その時だけ。名前さ、他のなんか
誰だろうって感じの名前に変えてたくさんコメントしたい。あーって次の公演何の髪型するか迷い中。ここ点だな次は。ここ点。偽名考えよう。なんか分かりにくいやつないかな。ラーメンとか食べ物系分かんなそうだね。ハッピーイチさん、マシュマロココアありがとうございます。おでこ出し、まあ、おでこ出しね、やってみたいんだけどさ、めっちゃ緊張するね。うわー、でもいつかするね、いつか。結構緊張しちゃうね、こう全部わーって感じになるね。いつかしよっかな、もうちょっと顔が丸くなくなったらしよっかな。なんで箱食べんの。なんかね、最近よくさ博多弁だねって言われるんだけどさ、ほんとに博多弁を使ってる感じなくて博多弁なんですよね。やっぱ博多の女なのかな、博多のレディーだからかな。バレるリンゴちゃんとかはちょっとバレる人にはバレそうだな。この前のパタドラの MC で話してたけど、リサキはおでこ広い方な、結構広い方かも、多分よく広いって言われて、54にしようかな。リサキ関西弁に憧れるんだよね。関西弁めっちゃ可愛いと思う。なんか関西弁の前、氷の上のプリンセスっていうさ小説読んでたのね。ちっちゃい時、ちっちゃくはないか、中学生ぐらいの時かな。その時に出てくる登場人物の女の子が関西弁を使う女の子だったのね。でその子が可愛くて、絵がだからその子の真似をしようと思ってる。さっきはたまにほんまーとか言ってたんだけど、ちょっと違和感ありすぎて、そう憧れる。だから関西の人のね、可愛いよね。うららとかりんかとかさ、関西弁たまーに喋ってて可愛かった。そうなんやね、今ちょっと変じゃない。そうなんやね、ほんま。じゃ関西弁ね、ちょっと一旦スタート、速攻撃。ほんまに、私大阪から来たねんな。あなたも？私もやねん。名前なんて言う？なんて言うねんな？私はリサキって言うねん。リサキって言うとねん。ダメだ。難しい。はあ、ダメだ。難しいね。うちか、うちって言うのか。あー、ちょっと恥ずかしくなってきた、言ってて、言えなすぎて。もう年か、なんとか年か、ほんまか、なんでやねんとかしかわかんないのね。ね、難しいね。あ、54分ありがとう。ちょっと待って、もうちょっとやばい、練習しとく。難しいね。見ます。13位が香港のジャッキーさん、ありがとうございます。おジョイレイ。ごめん、これしか香港がまだ覚えれてなくて。12位がクロさん、クロさんありがとうございます。ありがとう、もう完全に覚えたよ。あ、待って、ランキング変わったね、ごめんね。12位が富永さん、富永さんありがとうございます。いつも来てくれてありがとう、ありがとね、嬉しいです。11位が豊野国夫さん、豊野国夫さんありがとうございます。豊野国夫さんも
いつも来てくれてありがとね。なんかね、似てる方がいらっしゃってね。そう、あのいつもどっちかを見分けるのが好き。10位がジージリンモさん。ジージリンモさんありがとうございます。6期生たくさん応援してくれてありがとう。9位がハケッチさん。ハケッチさんありがとうございます。ハケッチさんもいつも3人組で仲良く来てくれてありがとう。8位がゆうほさん。ゆうほさんありがとうございます。関西弁同じぐらい下手くそで嬉しかった。7位が香港のジャッキーさん。あ、さっき読んだけどありがとね。6位がしぎょうさん。しぎょうさんありがとうございます。しぎょうさんもいつもめっちゃ来てくれてありがとう。背高い人が前にいても見つけれるよ。5位がハピーチさん。ハピーチさんありがとうございます。ハピーチさんもいつもショールームめっちゃ見てくれてありがとね。嬉しいです、ありがとう。4位がちーさん。ちーさんありがとうございます。ちーさんくらいウポジャムとかおパンチとかに似れるように頑張るね。3位がポテニー。ポテニーありがとうございます。ポテニーもいつも来てくれてありがとう。もうあのリチャキ活連続もうたくさんしてね。2位がレイニア。レイニアありがとうございます。歌がめっちゃ上手で本当に感動、ありがとう。いつも、あ、待って、ポテニーのハート、いつも歌上手ですごいです、ハート。1位が MJ さん。 MJ さんありがとうございます。 MJ さんのポーズまた教えてね、ハート。みなさんありがとうございました。今日もありがとね。楽しかった、めっちゃ。ちょっと関西弁とか練習してね。関西弁頑張るね。そしてもし関西弁得意な人いたら教えに来てください。お話し会とかオンライン握手会とか教えてね。あと例えば広島弁とか博多弁とか、北海道弁、奈良弁、大阪弁、山口弁とか、いっぱい弁、いろんな弁教えて。待ってます。じゃあみんなおやすみ、いい夢見てね。リザキ好き、リザキもみんな大好きやね。バイバーイ、ありがとう。おやすみなさいやね。